月形大橋は、北海道岩見沢市と川戸郡月形町の間の石狩川に架か,かる北海道道6号岩見沢月形線の道路橋。石狩川の川口より数えて8番目に位置する橋であり、上流側には三保大橋が、下流側には未来大橋やタップ大橋が架か,かっている。1910年、川戸州時間の五ヶ梨天国は月形。 岩見沢間に橋を架けることを計画した。しかし、月型住民が街のにぎわいを岩見沢へ取られてしまうことを心配して計画に反対し流れてしまっていた。その頃の二町村間は土線で対岸に渡るしか方法はなかった。この近くには最小月型橋という吊り橋がかかっていた。1940年代に入ってから工事を始めたのだが、橋脚が完成しても 石狩川の雪解け水による氾濫で2度流されてしまった。1948年5月17日、3回目にしてようやく橋は完成した。長さ95.0メートル、幅4.0メートルであった。1954年にこの橋の重量制限を超えたトラックが橋を渡った時にハンガーロープが切れ、橋もろとも川に転落してしまった。幸い。 メインケーブルは利用できる状態だったので、それを再利用して、幅1.5メートルの人道橋を作ることで、仮復旧を果たした。その後、陶器に氷による仮橋を作ったり、渡線も利用していた。1956年6月4日になり、完全復旧を果たした。長さ157.0メートル、幅4.0メートルの鋼穂、強しトラス通り橋であった。 1974年3月、石狩川の改修工事に合わせて、飛門ができた時に取り壊された。初代の橋は、石狩川の浸水路工事前に先に工事を始めた、ものである。1951年から、ワーレントラス部の工事を開始した。水路を改作し終わると、橋脚が傾いてしまい、工事に支障を及ぼした。改良により無事工事は進捗し、 1955年にワーレントラス部の工事は完了した。1966年からは、右岸、左岸にも活荷重合成箱桁をかける工事を行い、1969年9月に完成した。橋梁所言左、建設中の新しい橋、右、古い橋2013年10月前代の橋は、老朽化が進んでいたことに加え、 車道幅が狭い上に歩道がなく、十分な安全性を確保できていなかった。そこで2004年から新しい橋の工事を進め、2013年10月31日に開通した、橋梁証言、ありがとうございます。